人間に備わっている2つのモード、心と体を活発にする交感神経と、休ませたり回復させたりする副交感神経。この2つを自由に切り替えることができると嬉しくないですか？今日は副交感神経をオンにする3つのツボと、自律神経を整える方法をご紹介します。交感神経と副交感神経、名前は似ていますが、その機能は大きく異なります。そもそも活発モードと休憩モードでは真逆の状態であり、それぞれのモードでの体の反応も真逆です。イメージとしてはこのようなシーソーの両方に交感神経と副交感神経があり、左右に揺れながら体のバランスをとっているのです。ところが切り替えに関してはもっと異なっています。交感神経は活発モードですが、その由来は自然の中で危険や外敵から身を守る、あるいは戦うことにあると言われています。つまり交感神経は必要を感じたらその瞬間オンになります。一方、休憩モードの副交感神経をオンにするには時間がかかります。敵がいなくなって安全が確認できてからゆっくりと切り替わるためです。この時間は早くても5分と言われています。現代では危険や外敵の脅威の種類が変わり、より長時間交感神経がオンになっている人が多いです。またストレスや疲労が溜まっている人、季節の変わり目や体調によって自律神経のバランスが崩れている人は、シーソーの片側が重たい状態になっており、なかなか切り替えができず、もっと時間がかかる場合もあります。そんな時こそ体の仕組みを理解して、副交感神経に切り替わりやすく手伝ってあげることで、切り替えはスムーズに行われます。またその方がより体が休憩や回復に集中でき、自律神経のバランスも回復しやすいのです。今日ご紹介する3つのツボは、爪の生え際、清潔、首の後ろの天柱、胸のツボ、膻中です。まず清潔ですが、片方の手の親指の爪で、もう反対の手の爪の付け根を押します。この時、痛気持ちいいくらいにゆっくりと押していきます。ふーっと息を吐きながらするのがポイントです。注意としては、痛すぎるぐらいには押さない。また薬指は副交感神経ではなく交感神経を刺激してしまうので押さないことです。天柱は首と頭の境界あたりにあります。首の後ろの左右の筋に指を置き、そこから指をすり上げ、髪の生え際のところが天柱です。このあたりは肩こりでお悩みの方は特に硬くなっており、ツボだけでなく周りの筋肉までほぐすことでさらに効果が出ます。具体的にはこのように枕を準備して、指を頭と枕の間に挟んで30秒から1分横になります。押すのではなく、頭の重みで自然にほぐす感じです。ストレスや不安が多いと詰まりやすいツボですが、この部分はこのように握り合わせた指の親指でコン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 と叩いてあげるのが良いです。息を吐いたり、あーと声を出しながら内側からも振動でほぐすと効果がアップします。膻中に限らず、どのツボもほぐすときにふーっと細く長く息を吐き出すようにすると、徐々に副交感神経に切り替わり、心も脳も落ち着きます。ぜひツボを押すと同時に呼吸も忘れず行ってください。
最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの気になる健康問題や悩みは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。心と体と脳の健康をアップ、チャンネル登録、いいねでイルチ TV を応援してくださると嬉しいです。